本社のある国際赤坂、ビルドコモエンジニアリング株式会社は、NTT ドコモグループの企業、主に NTT ドコモの電気通信設備の開発、建設、保守及び運用を行っていた。2014年7月1日にドコモサービス株式会社、ドコモモバイル株式会社、ドコモビジネスネット株式会社を、吸収合併の上称号を変更し、株式会社、 ドコモ CS となった。主業務は NTT ドコモからアウトソーシングされているネットワークの保守業務である。NTT ドコモの屋外基地局、屋内基地局、交換局の設計、設置、保守がメイン業務となるが、NTT ドコモ内の社内ネットワークの物理層における工事及び保守も行っている。地域単位で保守拠点となるネットワークサービスセンターを設置し、 災害及び障害において各エリアの設備に対し迅速に復旧対応を行っている。社員数は約1500人でドコモグループの中では社員数が多い。また実際に現場で作業する作業員が社員の大多数を占めるため CCNA や CCNP 無線技術士などのネットワークに関する資格、また近年では 交換機がサーバー化していることから、ローピックを主としたユニックス系の資格取得数が高く、研修センターを設置して NTT ドコモグループやドコモショップなどに対しシステム関連及び資格取得のための研修を随時行っている。ドコモグループとしては最大の子会社であり、全貌ダフォンジャパン社長であった津田志郎が社長を務めていたこともあった。 合併前の社長の知事村も、ドコモ本体の副社長を務めており、アイモードからスマートフォンへの過渡期の主要な人事を担っていた人物である。事業エリアは、旧 n t t ドコモ中央管内である。その他の地域には、ドコモエンジニアリング東北といったように、地域名が後につく会社が存在し、それぞれの地域の保守を担っている。東京と神奈川県、山梨県、埼玉県。 茨城県、群馬県、栃木県、長野県、新潟県。ありがとうございます。